例えばなんですけど、ソファで寝てしまった暁にはですけども、夜寝れなかったりだとか、お風呂にも入ってないので、睡眠の質がですね、明らかに落ちてしまいます。そうなってしまいますと、身長の身に妨げがありますので、普通に椅子に座っていただいて、食事をしっかりとって、何かストレッチするとか、少し宿題やるとか、勉強するとかして、で、お風呂に入っていただいて、しっかり体を温めてですね、その状態でしっかりパジャマに着替えて寝ていただいて、身長をね、がっつり伸ばしていただくっていうのをお勧めしますけど、いかがでしょうか。ありますね。これをね、明確にある程度関係あるというふうな表現ができると思います。思春期、もしくは第二次成長期って表現ですけども、そういった時期に入っていることを示唆する大事な所見になってくるというふうに思います。ですので、まあそういった症状があれば、かなり思春期が進んでいるっていう表現になりますので、今後ですね、まあ身長伸ばすという意味では、スパッとね、入ってきたなという印象で、気を落とさずに身長伸ばしていただくといいというふうに思います。この質問の答えに2つあります。パンがいい説と白米がいい説、両方説がありますね。まずパンの方がいいという説、これはどうしてパンの方が身長に対していいのか、欧米文化がパン文化だからそれにつきます。日本や東南アジアは比較的いわゆる米の文化、白米の文化ですよね。でどちらが身長が高いか、ね、明らかに欧米の方の方が身長が高いので、そういった歴史的な背景や総合的な統計学から見てみると、パンの方が身長が高くなる可能性が少しはあるんじゃないかということをお伝えできると思います。もう一個別の回答としては、白米の方がいいでしょうという回答になります。で、それどういった根拠からなっているかというと、グルテン、グルテンアレルギー、グルテンフリーなんてよく言ったりしますけども、パンにはですね、グルテンというものが含まれていて、でそれがですね、アレルギー物質としてですね、体の中に働いたりだとかして、良くないでしょうというような理論があります。今の2つの理論を当てはめた場合にどういうふうにして考えればいいかというと、グルテンアレルギーとかは採血したりするとわかります。検査してみて、異常がない人はパンを食べる。異常があった人は白米にするみたいな。そんなのもね、もしかしていいかもしれません。参考になりますでしょうか。改めて説明させていただくと、男性ホルモンの一種になります。モロハの剣なんていうふうに言われたりもします。具体的に言うと、ぐっと身長伸ばす作用があるのと同時に、ぐっと骨盤を閉じる作用があるというような表現になってきます。競馬でいうところのムチみたいなところですね。ムチ叩くと一時的にスピードは上がるんですね。ただその代わり大馬さん疲れちゃって最終的には止まっちゃう、そういうような感じになってきますので、ただし身長が伸びる期間はどんどん短くなっていきますので、そこのバランスが大事かなというふうに思います。結論から言うと、ちょっと理にかなってないように思います。あまり関係ないのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。肉食って水飲んで10センチもし伸びるのであれば、もうね、発表してるかなというような内容かなと思うんですけども、キーワードとしては3つですね。オーストラリア、肉、水。これだけ10センチをなかなか説明するとは難しいのではないでしょうか。少なくとも私の意見としては関係ないでしょうというふうにお伝えする形になると思います。最初のポイントとしては、グルコサミンやコンドロイチンは整形外科の先生の中でも軟骨に対する作用に関して言うといろんな意見を聞きます。まあ具体的に言うと、高いエビデンスは今のところないです。ということはどういうことかというと、整形外科の先生が100人いて100人ともグルコサミンやコンドロイチンを内服することによって軟骨にいいよというふうには言わないと思います。私個人的には他にですね、まあたくさん摂取した方がいいようなサプリはあるように思いますので、ちょっと優先順位としてかなり下がってくる方の内容かなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。いわゆる風邪だったりだとか、軽い感染症って呼ばれるようなもので、身長が伸びにくくなるっていうことはあまりないというふうに思います。ただし一方で、ものすごく重症な感染症、可能性脊椎炎、腰の骨とかですね、そういったところにこうバイ菌がつくパターンもあるんですけども、そういったようなですね、体の深部、深い部分に感染してしまうと、長期的に入院が必要になって、炎症が起きているので、そういった意味でも栄養素がどんどん落ちてきます。そういうふうにですね、まあ、超重症の感染症であれば、身長がですね、伸びにくくなるってことは可能性としてはあると思います。コイダンは沖縄のモズクに含まれるアミノ酸仲間っていうような感じですね。身長伸ばすには欠かせない栄養素ですというような文言が書いてあります。ただですね、とあるホームページ見てみると、フコイダン単体をとっても身長伸ばす効果はありませんというふうに記載がありますので、一つそれが参考になるのではないでしょうか。ファーストチョイスで私からですね、お勧めすることは今のデータの段階ですとないと思います。ALP
ADP はですね、別名ですけども、アルカリフォスファターゼなんていうふうにですね、呼んだりもするんですけど、骨の代謝を表します。これはですね、身長と大きく関係があるデータになります。例えばなんですけども、めちゃくちゃ身長伸びている子、大体1500ぐらいあります。すごく伸びてるなってことで、大体1000ぐらいあります。500切ってくるあたりから、だいぶ身長がですね、最終身長に近づいてきたなっていう印象になってきます。340を切ると、いわゆる大人の値になります。そういうふうに大人の値になってくると、基本的には身長がですね、まあ、最終身長に限りなく近づいているってことがわかります。ただし、それだけで判断するわけではないので、まあ、諦めずですね、頑張っていただいてもいいかもしれません。キツキツなものを履くのがいいかっていうのは何とも言えないですけども、それですごく身長が阻害されるとかそういうことはないと思います。今回の質問に関して言うと、できればやめていただいた方がいいんじゃないかなというような答えになってくると思います。めちゃくちゃ難しい、答えが難しいっていうところなんですけども、今日時点の私の回答としては多分関係ないでしょうというふうなお伝えになってくると思います。ただし、もし仮にですよ、欧米の方が日本人よりもより盤石である理由が遺伝でなくて生活習慣によるものであるとするならば、より盤石になるというふうに考えても問題ないと思います。今回私まで調べたんですけど、特に出てきた感じはしませんので、あんまり関係がないんじゃないですかというふうにお伝えするしかないと思います。テレビを見ていてもダメです。なんでかというと、いわゆる光刺激が入るだけでも良くないですので、できれば寝る90分前ぐらい、そういったのをやめていただいた方がよりいいと思います。O脚矯正を病院で保険適用で行っている病院はおそらくないと思います。いわゆる自費診療的に行うか、整体みたいなところだと思います。O脚がどれくらい整体で矯正できるかっていうのもちょっと疑問もある部分もあって、大きく改善するとは少し難しいようにも思います。成長痛というよりももしかしたら疲労骨折とかそういったような可能性もあるかもしれません。ぜひね、私のクリニックじゃなくても、ね、整形外科の方にね、受診していただいて診断を受けていただくといいのではないでしょうか。ジャンプとかは体にとってね、プラスに働く部分もあるのかなという気がするんですが、かかと落としでとりゃーってやってもちょっとどうでしょうね、厳しいんじゃないでしょうか。それよりも普通にね、運動しませんか。太ももや足首が痛いことが成長痛になるかっていうと、ちょっと微妙な気もしないでもないかなというふうにも思います。どちらかというと成長痛は関節で起こるので、あまり関係ないかなというような気がしますけどもね。結論から言うと、音楽を聴きながら運動してください。これはですね、確か脳科学者の茂木健一郎さんもですね、茂木健一郎さんの1日を追いかけるという番組があったんですが、その中で茂木さんはですね、音楽をガンガンにかけて腕立て伏せをやってたんですね。音楽によってメンタルがですね、鼓舞される。当然なんですけど、運動によって成長ホルモンの分泌は盛んになりますし、それと同時にですね、当然お腹空きますよね。なので栄養の吸収が豊かになると思います。同時にですけども、眠たくもなるんじゃないでしょうか。つまりそれは睡眠の質が向上するという意味にもなってきます。ですので、ぜひですね、好きな音楽を流して運動していただくことを私は推奨します。あまり関係ないんじゃないかなっていうね、気はしてますけども、ただですね、夏とかは代謝が上がりますので、運動して栄養欠乏にならないように注意すること、冬場はですね、逆に言うと運動しなくて代謝が落ちますので、運動で、ね、しっかりしていただくということを意識していただくと、年間の、ね、成長効率は上がるのではないかというふうに予想されますけど、いかがでしょうか。おおむねですね、成長ホルモンを指してゴールデンタイムと表現されると思うんですけど、それだけで言えばあまり関係ないかなというふうに思ってるんですけども、生活習慣を総合的に考えると、10時から12時ぐらいまでの間に、小さい子であれば9時から12時ぐらいまでの間に寝ていただくのが適切というふうに考えますけど、いかがでしょうか。はい、あります。まずはですね、ご両親のものを遺伝するかってことなんですけども、学問上遺伝しないなんていうような文章も見当たります。ただし、私の方で皆さんのですね、成長の記録を見させていただくと、ご両親と近似することが多いように思います。ただし、ずれることだって全然あると思います。これね、ぜひ皆さん覚えていただきたいのは ALP っていう数字になります。ALP はアルカリフォスファターゼっていう単語になりますけども、骨代謝を反映します。で、この値が高ければ高いほど身長伸ばしているという表現になりますし、大人の基準値がですね、多分横に貼ってあると思うんですけど、やっぱそれと同じような数値であれば、そういったような時期にですね、限りなく近づいているという表現になると思います。なのでぜひですね、ALP 見てみてください。
まあ、あると思います。というかですね、まあ、私がですねこれをないと言ったらですねもう終わり。私はですねこういうことを諦めずにですね大人の方にもですね身長をコントロール安全に、ね、どうやったらできるかなっていうのはね、まあ、今後のまあ残されたね人生の中で一生懸命ね勉強していきたいなというふうに考えております。本当にその通りだと思う。やはりですね、成長期は非常に栄養が欠乏しやすいというふうにも言われています。ですので、そういったのを積極的に補充して、少なくともですね、自分の持っているポテンシャルを最大限に活かしてあげるってことはすごく大事だと思いますけど、参考になりますでしょうか？まあ、関係ないでしょう。一般的にはムキムキね音を鳴らしたりするのは良くないというふうに言われているので、一般論に従ってあまり鳴らさないことをお勧めします。大事なポイントはその当時って何人かなってところだよね。例えばなんだけど1人とか2人であればサンプル数が少ないという表現になってきますので、あんまり参考にしなくていいかなと。個人差ってものすごく大きいので、それが当てはまる子もいれば当てはまらない子も当然いるんですよ。なので3人ぐらいだったら全然偶然ってことはあります。例えばね10人20人30人全員そうであれば正しいかもしれないので、おそらくは数の誤差だと思いますので、その点で、ね、もう一回振り返っていただくといいのではないでしょうか。まあ、ニンニク注射とかプラセンタってことなんですけども、二つとも体に悪いものではないので、少しはやってもいいのかもしれないけど、プラセンタに関して言うとそんなに積極的に進めることはないかなと思うんですけどもね、うーんっていう感じだと思います。この私のねリアクションを見てこの気持ちは届いていただければと思います。私もですね日頃いろいろ見させていただくと、亜鉛や鉄が欠乏しているお子様が多いです。特に亜鉛に関して言うと欠乏していて、それを補充すると身長伸びるっていうデータいくつかあったりもします。亜鉛っていうのはそんなすごく高いものでもないので、やっていただいてもいいんじゃないかなっていう気はします。ただし、まあ、それは保険診療でやるべきかというとやっていない先生が多いと思いますし、私もですね、まあ、そういうのをやる場合は全部自費診療で行っています。それに関して言うとですね保険がですね、まあ、通らなかったりとかですね、いろいろな背景もあったりとか、症状としては身長低いってことに対して亜鉛をですね保険診療で通すっていうのは賛否両論の内容になってくるかなと思いますので、採血をもとにですね自費診療で補充してあげるっていうのは一つの選択肢だとは思います。少しでも背伸びる可能性を追求していくってなってくると、もしかしたらいいのではないでしょうか。タンパク質を摂取するのはおそらくですね、まあ、身長にとってはいいと思います。ただし、いろんな商品ってあるんですよ。プロテインって書いてあるほとんど糖質とかね、ほとんどタンパク質含まれてなかったりだとか、いろんな商品があるので、本当そこは注意が必要になりますので、総合して十分で判断していただくといいのではないでしょうか。鶏肉や卵はですね、高栄養価、かつ比較的安価にタンパク質を摂取できるというふうに考えてもいいと思います。まず一つ目のポイントとしては、どこの骨を見てるかっていうのもね、結構大事なポイントになってきます。で、あとは骨端性がほぼ閉じている。ここもね、だいぶ違っていて、15歳0ヶ月の時点で骨端性ってのはほぼ閉じています。皆さん意外かなと思うんですけど、例えば15歳からですと、大体ですけども、4センチ弱ぐらい身長がですね、最終的にですね、伸びることが期待できますので、そういった意味だと、全然で2センチということではないんじゃないでしょうかね。ただし、まあ、完全に閉じてるって表現ですけども、骨年齢17歳程度であれば、やっぱりですね、1センチ程度しか伸びない。とかそういった表現もできると思いますので、ほぼ閉じてる、そこをですより正確に見ていただくことが肝になってくるかなと思います。俺はね本当に今ヨドバシカメラにちょっと電話して聞いてみようかなって思っちゃったりもするけどね、まあいいでしょう。腕の長さ、この長さと身長はですね、まあ、ある程度相関関係があるので、短いよりは長い方がまあいいかもしれませんね。